グローバルモビリティサービス株式会社は日本に本社を構え金融包摂型フィンテックサービスをグローバルに展開しているスタートアップ企業。真面目に働く人が正しく評価される仕組みを創造するをビジョンに掲げる会社である。経済産業省が推進する J スタートアップ選定企業。2013年設立のベンチャー企業。モビリティ IoT フィンテックを 事業ドメインとする。代表取締役社長は中島徳典。真面目に働く人々が正しく評価される社会、誰もが車をはじめとするモビリティを利用できる社会を創造すべく IoT 技術を活用したフィンテックサービスを国内外で提供している日本のスタートアップである。世界にはタクシーや物流等の仕事に就業すべく。 金融機関等によるローンやリースを活用して車を入手したくとも審査に通過せず車を購入できない人々が約17億人も存在する。これらの人々に対し金融サービスの活用機会を創出することで人々が自らの意思によって生活水準を向上させることのできるきっかけを生み出し豊かな社会を創造する事業を日本、フィリピン、カンボジア、 インドネシア等をアセアン各国で展開している。独自開発の IoT 技術として、様々なモビリティの遠隔軌道制御、情報センシングを実現する IoT デバイス、MCCS、各種 IoT デバイスからのデータを収集、分析、解析を可能にし、業界を横断したデータ連携を実現する Open API を実装したモビリティサービスプラットフォームがある。 一時資料、電動車両の普及に、不可欠な、車両通信制御ユニットの開発に成功、グローバルモビリティ、サービス株式会社。 https://www.global-mobility-service.com コロンススララッッシシュュスラッシュデータスラッシュ img スラッシュニューススラッシュ140710スラッシュ preess140710.pdf2021 年下4月19日閲覧自動車 IoT の画期的なビジネスモデルを開発 GMS 独自開発の遠隔制御システム MCCS を活用したモビリティ向けプラットフォームサービスグローバルモビリティサービス株式会社 https://www.global-mobility-service.comservice.detail15210201 html2021 年8月19日閲覧自動車ファイナンスの予診審査を不要にする遠隔制御 IoT システムの開発グローバルモビリティサービス https://www.atpress.ne.jp n e w s ニュ<タ>ース626672018年5月31日閲覧モビリティ IoT ベンチャーの GMS コネクティットカーエキスポに出展し独自開発 IoT 製品とサービスを紹介グローバルモビリティサービス h <ht> t t p s w w w a t p r e s s n e j p スラッシュニューススラッシュ868572018年5月31日閲覧モビリティ IoT ベンチャーの GMS 最速1秒搭載24時間センシングを実現する IoT デバイス MCCS ミニの開発に成功グローバルモビリティサービス https://www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ868552018年5月31日閲覧モビリティ IoT ベンチャーの GMS 新型プリウスを対象としたテレマティクスサービスを提供グローバルモビリティサービス https://www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ924622018年5月31日閲覧モビリティ IoT ベンチャーの GMS オートファイナンスの予心補強を実現するフィンテックサービスのトライアルパッケージを提供開始グローバルモビリティサービス https://www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1199972018年5月31日閲覧モビリティ IoT ベンチャーの GMS コネクティッドカーエキスポに出店オートファイナンスの余震補強を実現するフィンテックサービスを紹介グローバルモビリティサービス https://www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1200222018年5月31日閲覧モビリティ IoT ベンチャーの GMS が開発した革新的な IoT 端末 MCCS を活用したローンファンドスパイルテレマティックスローンファンド1号運用開始のお知らせ グローバルモビリティサービス、https コロンスラッシュスラッシュ www.atpress.ne.jp スラッシュ news スラッシュ1212062018年5が31日閲覧。モビリティ IoT、フィンテックベンチャーの GMS 総額約7億円のシリーズ B 資金調達をソフトバンク、住友商事、 伝送 the 等の事業会社等から実施、グローバルモビリティサービス、https コロンスラッシュスラッシュ www.atpress.ne.jp スラッシュ news スラッシュ1269812018年5月31日閲覧。モビリティ IoT、フィンテックベンチャーの GMS 総額約7億円のシリーズ B 資金調達をソフトバンク。 住友商事、伝送等の事業会社等から実施、グローバルモビリティ、サービス株式会社、https www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1269812021年8月19日閲覧。モビリティ IoT、フィンテックベンチャーの GMS ジェトロ。 日アセアン新産業創出実証事業に採択、グローバルモビリティサービス、https コロンスラッシュスラッシュ www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1319122018年5月31日閲覧。本社移転のお知らせ、グローバルモビリティサービス株式会社。 h t t p s w w w g l o b a l m o b i l i t y s e r v i c e c o m s e r v i c e テ o m s 171113 h t m l 2 0 2 1年8月19日、閲覧 IoT、フィンテックベンチャーのグローバルモビリティサービスカンボジア王国に現地法人を設立 グローバルモビリティ、サービス株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.global-mobility-service.com スラッシュニューススラッシュディテル 18131html2021 年8月19日、閲覧。低所得車像が自動車を購入できるフィンテックサービス、フィリピンに続き、 カンボジアに進出、グローバルモビリティ、サービス株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1415652021年8月19日閲覧。グローバルモビリティサービス、シリーズ C で11億円の資金調達を、完了モビリティ、IoT、 フィンテック業界の国内未上場ベンチャー企業で最多となる当初一部上場事業会社10社以上が資本参加、グローバルモビリティ、サービス株式会社。 h t t p s w w w g l o b a l m o b i l i t y s e r v i c e c o m s e r v i c e c o m s e r v i c h t m l 2 0 2 1年8月19日、閲覧。日本初の金融包摂型フィンテックの、グローバルベンチャーグローバルモビリティサービス事業成長。 特許技術が評価され、総額約17億円のシリーズ D 資金調達を、完了、gms,https, コロンスラッシュスラッシュ prdimes.jp スラッシュメインスラッシュ html スラッシュ rd スラッシュ p スラッシュ000033.000029681 000と html2021 年8月19日閲覧と gms 法活用無提携第一弾フィンテックを活用した新型マイカーローンの取扱い開始株式会社大垣協立銀行 https p r t i m e s j p m a i n prtimes.jp 0 0 0 0 0メイン0 0 0 0ュ html 0 0 0 0 0 rd スラッシュ p スラッシュ000012 0 0 0 000046291 000と h t m l 2例に1年8月19日閲覧グローバルモビリティサービス情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格の認証範囲拡大セキュリティ強化により金融機関ファイナンス会社との連携を加速 GMS h t t p s p r t i m e s j p m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 2 9 6 8 1 html2021 年8月19日閲覧 ?GMS のサービスを利用した車両の総走行距離2億キロメートル、突破 GMS h <ス getting involved> t t p s p r t i m e s j p m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 9 6 8 1と html2021 年8月19日閲覧アジア開発銀行の調査レポートにてグローバルモビリティサービスが代表事例として選出フィンテックサービスの 社会課題解決への有効性を示す。gms,https, コロンスラッシュスラッシュ prtimes.jp スラッシュメインスラッシュ html スラッシュ rd スラッシュ p スラッシュ0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 2 9 6 8と h t m l 年月日閲覧国連の環境技術プラットフォーム。 ワイポクリーンにパートナー認定、グローバルベンチャーとして、日本書、gms HT、https、コロンスラッシュスラッシュ prtimes.jp スラッシュメインスラッシュ html スラッシュ rd スラッシュ p スラッシュ000065.000029681 00 000と html2021 年8月19日閲覧世界で。 gms のフィンテックサービスを利用した車両の、総走行距離、2.5億キロメートル突破、gms,https コロンスラッシュスラッシュ prtimes.jp スラッシュメインスラッシュ html スラッシュ rd スラッシュ p スラッシュ零0 0 0 0 6零零零零二九六八一と、と html に零2一年八月十九日閲覧 自動車 IoT ベンチャーのグローバルモビリティサービス、電動車両の大量導入に向けた合意を、ケソン氏と締結新興国における電動車両の普及に、はずみ、グローバルモビリティ、サービス株式会社。 https://www.global-mobility-service.comservice.detail15210202html2021 年8月19日閲覧 実証開始フィリピンの環境改善に寄与、グローバルモビリティサービス、https://www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ589452018年5月31日閲覧自動車 IoT ベンチャーのグローバルモビリティサービス、フィリピン国際大の通信キャリアグループ及び 電力グループと提携電気自動車普及に、不可欠なプラットフォームが完成。グローバルモビリティサービス。https コロンスラッシュスラッシュ www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ6 0 0 7 7 0 1 8年5月31日閲覧自動車 IoT の GMS、第三者割当て増資を実施国内外で、IoT。 サービスプラットフォームサービスを展開するため3億円を調達。グローバルモビリティサービス。https www.atpress.ne.jp n e w s ニューススラッシュ698072018年5月31日閲覧自動車 IoT ベンチャーの GMS、フィンテックを活用した。 低所得者向け車両提供サービスの大量導入に向け、フィリピン首都圏都市と覚書を締結、グローバルモビリティサービス、https www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ764492018年5月31日閲覧モビリティ IoT ベンチャーの GMS 予診審査を省略した。 車両提供サービスの提供拡大に向けフィリピン国、パサイ市と提携、グローバルモビリティサービス ht、https www.atpres.ne.jp n e w s ニューススラッシュ949122018年5月31日閲覧。モビリティ IoT ベンチャーの GMS と、積み新 SBI ネット銀行フィンテック。 IoT の業務提携を締結、グローバルモビリティサービス、https コロンスラッシュスラッシュ www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1066182018年5月31日閲覧。アガスタ、GMS の IoT プラットフォームを活用し、予診不要の中古車販売をアフリカ市場で展開。 新たなファイナンススキームの構築を目指し協業マイナスグローバルモビリティサービス https www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1081552018年5月31日閲覧モビリティ IoT ベンチャーの GMS と国内大手オートリース会社である住友三井オートサービスが 自動車 IoT 分野のサービス創出に向け、業務提携、グローバルモビリティサービス、https www.atpress.ne.jp n e w s ニュース1083452018年5月31日閲覧。モビリティ IoT ベンチャーの GMS とフィリピン国、最大手通信会社の PLDT。 フィリピン国全土への IoT サービス提供へ向け、業務提携、グローバルモビリティサービス、https www.atpress.ne.jp n e w s ニュース1101942018年5月31日閲覧。モビリティ IoT ベンチャーの GMS とフィリピン、大手金融グループの BPI グローブバンコ。 フィンテック事業の業務提携を締結。グローバルモビリティサービス。https://www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1120332018年5月31日閲覧。モビリティ IoT フィンテックベンチャーの GMS フィリピン国成長率ナンバーワンのパラニャーケシと提携。 純公共交通機関である三輪タクシーのドライバー、就業希望者に低所得者層でも新型車両が入手可能となるフィンテックサービスを提供、グローバルモビリティサービス、https www.atpres.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1312622018年5月31日閲覧。 世界の低所得者層の生活を豊かにする、金融サービスを創造イオンフィナンシャルサービスと、グローバルモビリティサービス、画期的なオートローン創造の協業で合意グローバルモビリティサービス、https www.atpres.ne.jp スラッシュニューススラッシュ1344642018年5月31日閲覧。 低所得者層へ参臨、タクシー車両を提供するフィンテックサービス、提供拡大へ向け、グローバルモビリティサービスフィリピン首都圏、都市ごとしめとなる、ナボタス市と提携、グローバルモビリティサービス、https コロンスラッシュスラッシュ www.atpres.ne.jp スラッシュニューススラッシュ一三四九零七二零一八年五月三十一日閲覧 IoT フィンテックサービスのグローバル供給体制の確立グローバルモビリティサービスとバイテックグローバルエレクトロニクスが業務提携、グローバルモビリティサービス株式会社。 https://www.global-mobility-service.comservice.detail171214html2021 年8月19日閲覧国内銀行で初となるフィンテックを導入した新米カーローン開始グローバルモビリティサービスと西京銀行が 業務提携1億総活躍時代を支える、地方銀行の新たな挑戦、グローバルモビリティ、サービス株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.global-mobility-service.com スラッシュニューススラッシュディテール18万2百1 3 html2021 年8月19日、閲覧。 グローバルモビリティサービスとフィナンシャルドが業務提携 IoT デバイスを活用したフィンテックローンとフィンテック保証サービスを提供1億総活躍時代実現に向けた金融環境の整備が進むグローバルモビリティサービス株式会社 h t t p s w w w g l o b a l m o b i l i t y s e r v i c e c o m s e r v d e t a i l 1 8 4 1 9 h t m l 2 0 2 1年8月19日、閲覧。創日とグローバルモビリティサービスラテンアメリカ等、新興国における、 フィンテックを活用した画期的なオートローン創出へ、向け資本業務提携を締結。グローバルモビリティ,リティリ、サービス株式会社。https www.global-mobility-service.com スラッシュニィティルィール 18607HTML2021 年8月19日。 閲覧。バイテックグローバルエレクトロニクスとグローバルモビリティサービス、アセアムエリアでのサービス供給体制の強化に、向け資本業務提携を締結、グローバルモビリティサービス株式会社。 https www.global-mobility-service.com スラッシュニューススラッシュディテール18706 html 2021年8月19日閲覧内閣府第2回日本オープンイノベーション大象経済産業大臣賞受賞フィンテックサービスとして 初グローバルモビリティサービス、GMS ht、https://prtimes.jp/.main/.html/.rd/.p/.000044.000029681 と html2021 年8月19日閲覧大日本印刷と、グローバルモビリティサービス東南アジアにおける。 物流配送マッチングサービスが、マースアワード2020のビジネスモデル部門で優秀賞を受賞。大日本印刷株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.dnp.co.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ10158259587。html2021 年8月19日、閲覧、二次資料。 ありがとうございます。